フェニックスの光は1997年3月13日にメキシコのソノラ州やアメリカのフェニックスを中心としたアリゾナ州の上空で夜間に長時間にわたって目撃された謎の複数の光点物体である。多数の住民による UFO 目撃事件としてメディアに取り上げられ大きな話題を呼んだ。事件後にアメリカ空軍による演習によって発生した光で あると公表され、光の正体は照明弾だと説明された。しかし、現在でも照明弾であることを疑う人々が存在する。英語表記では、フェニックスライツのほかザ・ライツ・オーバー・フェニックスの表記もある。アメリカ・アリゾナ州の一フェニックスの光が現れたのは、1997年3月13日の夜間のことであった。 目撃された場所などによって正確な時間が異なるが、それは18時55分、MST から23時の間であったと言われている。推測による目撃者は数千人から1万人に上ると言われている。目撃情報はメキシコのソノラ州周辺からアメリカのアリゾナ州周辺の300マイルにまで及ぶが、多くの目撃情報は人口密集地のアリゾナ州、フェニックスであった。 目撃情報には二つのパターンがある。一つは上空にホバリングした状態で現れ、消えていった七つの V 字型の物体と、もう一つは上空を航空機のように通過していったとする、やはり七つの V 字型の物体である。いずれも目撃地点から飛行物体までの距離によって上空をホバリング飛行しているのと通過飛行しているのとに見え方が変わったと解釈されている。 有法説による想像図確認されている。最初の目撃情報はアメリカのネバダ州ヘンダーソンに住む男性のものである。彼は当日の18時55分 PST 頃に V 字型の6つのライトが上空を通過していったと語っている。ライト一つのサイズはおおよそボーイング747程度であったとしている。伝えられるところによるとライトは 北西から南東に向かって横断していったという。伝えられるところによれば、ライトはアリゾナ州のプレスコットやプレスコットバレーでも見られた。ライトはフェニックスを通過していった。フェニックス在住のミッチ・スタンリーは3 2ト、mm、ル望遠鏡でライトを観察した。彼は観察時、それが航空機だと思っていた。その後フェニックスにおいて次々に目撃情報が出た。 最もフェニックスでの目撃情報で注目する点は、ライトが一つずつ現れ、一つずつ消えていったということである。フェニックスでの多くの目撃情報が、七つのライトが V 字型に飛行しているものであった。フェニックスでは多くの写真やビデオが撮影された。それらのビデオの多くが、ライトがフェニックス近郊の山岳の影になって見えなくなるのを撮影している。ライトは、 週間高速道路10号線に沿って南東に進んでいった。南下していくオレンジ色のライトを多くの高速道路のドライバーが目撃している。ライトはさらに南方でも目撃され、目撃情報は23時 MST まで続いた。軍用照明弾事件後、アメリカ空軍は事件、説明によると事件日にアメリカ空軍所属の A 十数機が訓練のため、 ルーク空軍基地を中心として地域で照明弾を投下していたという。ライトはその照明弾の明かりであったと解説した。この軍の発表は多くの目撃情報やビデオの映像、写真と無理なく合致するものであり、当初から一定の軍事知識の有する人なら誰もが予想していた通りのものであった。また、UFO 研究家でその存在の信奉者でもある。 画像分析の専門家として知られるブルース・マカビーですら証明弾とする見解を発表した。しかし、現在でも証明弾であることを疑う人々が存在する。ただし、そうした人たちの中には証明弾とフレアの違いを知らずに混同しているケースも少なくない。証明弾は落下山で比較的長時間対空し続けるが、ミサイル疑惑用のフレアはそうではない。 目撃された光の特徴が長時間の対空と発光が不可能なフレアと一致しないことが理由としてしばしば挙げられる。これは英語では前者もフレアと呼び故障上の区別がなく軍が比較的身近な存在の米国であっても両者の違いが一般的には知られていないためである。一方で数多くの UFO 画像映像を分析してきたビデオエンジニアのジム・ディレトスソは 実際に A-10 から照明弾が透過される映像とフェニックスの光の映像をコンピューターの映像解析ソフトを用いて比較した上でフェニックスの光は照明弾とは異なるものであると断言している。その根拠として双方の映像にヒストグラムによる色相解析をかけたところ照明弾では色調と明度が不安定に変動するのに対し フェニックスの光はまるで電球のように長時間にわたって安定を保っていることが挙げられている。ありがとうございます。